ステイホームして自粛してブク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 太ったわけです。でもまあこんなことばっかりしててもよくねえだろうということで、やはり自分たちとしては、まあ、無観客であっても何かバンドとしてロックバンドとして伝えたいことをしっかりと伝えていくべきではないかということで、まずは第1弾、これがなるべくね第2弾第3弾とならないことを願ってますけれども、まずはやっぱり待っていてくれる僕らのファンに対して何か生のメッセージを伝えたいなということで、まあ、やっぱりねずっとインスタライブやってたけど、まあ、ライブだろうということで今回は決定いたしました。まあ、場所は会場は ZOZO マリンスタジアムになっております。明日の6時からですが、はい、まあ、本当にね皆さんにこの自分たちの思いが画面越しではありますけれども届いたらいいなと本当に思っておりますので、まあ、ぜひぜひまだ、どうしようかなと思っている方は、まあ、チェックしていただけたら嬉しいなと思っております。何よりもこう僕らが見えないのがね、はい、ちょっと辛いよね。お客さんはねどこに行っても多分見れると思うんですけれども、まあこのライブを作り上げるまでの間もすごく時間がかかったよね。どうだったの Zoom の会議結構やったよ。ほとんどお前ら喋んないから。いや、めっちゃ聞いてたから。聞きすぎやろ。聞くんじゃなくて意見を聞いてるんですか。おお。おまあズームじゃなくても俺そのスタイル。ズームとか関係ない。だって一言も喋らん日あったよ。いや普通にこうやって聞いてる。いや俺おるからちゃんと聞いてるからなんか。森ちゃん、そういうこと思ってんのかって思いながらね。なるほどね。そう最後の、じゃあこんな感じで、お疲れ様ですときだけ、りょうさん、お疲れ様ですおったんやろ。で、言いふられたんですか。あの、ミュートになってるから、喋れません。そうだよ。入れへん。その時にイラッとすんのよ。お前、聞いたもんか。いや、聞いてるから。でも、普段基本さ、俺ら、なんかあんまりさ、関与せえへんとこまで、逆に一緒にずっとやったやん、打ち合わせ、うん、それはなんか結構勉強になったよね。そうやって、ああやってね、そう、こうやってライブが作られていくんやっていうのね。もうそう、だから感謝もいっぱいあってね、うん、すごいこのマネジメントサイド含め、うん、普段僕らのライブを作ってる人たちがすごくいろんなことを考えて作ってくれてるんだなと、でそこにまたバンドが入ってくるとぐちゃぐちゃになってくるんだなということも改めて分かりました。あれしたいだの、これしたいだの、まあ大変だと思いますよ。まあ、でもそれがね、バンドとしては唯一こう提案できる、はい、一番の武器じゃないか、はい、大人の人たちはいろいろこう銭のこととかいろいろ考えるからさ、はい、そこを我々がぶっ飛ばしていくっていうかね、はい、やりたいことをやるっていう結果すごい失敗するみたいなことも全然ありますから、これ分からないですからね、まだまだやってみないと。まあでもそんな期間を経て、はい、やっと明日、まあ、本番になるわけです。いよいよやっと来たな。これだからもうこれまでのねそのストーリー、インスタでとか YouTube で上げてるでしょ、うん、ここに至るまでみたいな、うん、あんなもんじゃないのね、ほんとにもっとあるよな、うん、ごく一部やからね、ごくごく一部、もうあの、リハも入ってたじゃん、スタジオ、うん、あ、そうやね、あ、チョイスされちゃったでしょ、まず3人でスタジオ入ってたもんな、その前にね、そうそう、全体高いのが来る前からもう3人でずっとやってね、ずっとやって、いやもうあれ、どうだったスタジオにこう、久々に入る、いや、あれほんま1日目めっちゃ楽しかったね。めっちゃ楽しかった、ほんまにやばかった。ああ、そう、久々になんか音鳴らした瞬間に、あ、これやって、あれ以来だね、だから5人からメンバー1人減って4人になった時以来だな、多分。そうやね、こんだけ空いたのね、まあ自粛したので、久々に音鳴らして、あ、私はミュージシャンだっていうことで、これこれみたいな、これこれみたいな、これこれこれでした僕たちこれやったそう、だからあの YouTube のこのさストーリーの映像もそうなんだけど、お前らがスタジオ入ってる時のテンションだけ異常に違うの、わかる？やっちゃいますよそういうのそういうのこっちはさ、めちゃくちゃシビアに家でいろんなこと考えながら、あ、確かに会議してるのね、お前らだけなんか、お前もなんか、いや、マジで一番最高のライブしますよめちゃノリ軽い、いや、めっちゃ、あの時楽しかったな、楽しかったな、出てたよね、映像に、うん、めっちゃ楽しかった、そういうことなんやな、そういうことやね、だからずっとね、俺らは最近まで、コロナが来るまではライブばっかりの生活でしたけど、うん、いざ離れてみるとやっぱりが恋しいみたいなね、そんな状態を約何ヶ月間ですか、うん、半年ぐらい、半年久々に入った時は、うん、
ちょっとね、若干リハビリ感もあった。そうやな。だって3ヶ月間ぐらい会ってない時期もあったもんな。会ってない。で、久々に4人で集まった時、なんかちょっと変な感じしたよな。なんかズームでしか会ってない。ズームで会っててね。じゃあ撮るコロナもしないな。そうやな、大変やったな、もう二度と病院に戻りたくない。元気だったでしょ。そう、元気だったもんね、だからあのコロナの症状よりもトールの場合は隔離されることの辛さでしょ。そうね、結構やられたかもしれない。その時もトールあのズームしたじゃん。してないっけ。トール1回だけしてなかったよな。2回くらい。あ、そう、病院からしてない。してないっけ、うん、あ、帰ってきてから。そうそうそう、あの帰ってきて家でズームしてるときに、普段トーランも喋んないクールなキャラクターなのに、あ、インタビューとかね、めっちゃ喋ってた。めっちゃ喋ってた。めっちゃ喋ってた。そう、なんかね、もっと俺にも喋らせてみたいな。めっちゃ顔圧出てたもんな。画面越しやけど、なんかいろんな人を久々に見た感じ。俺だって毎日病院で外を眺めてたわけやから。早くこっから出られへんから。やばいよ。言ってることもすればいいや、ほんまにやばい。いやいや、もう皆さんね、あのそうなってると思うね。え、だから本当にあのくれぐれも気をつけてね、はい、こういう人がこういっぱい増えてくると僕らもこういうライブをずっと続けざるを得なくなってしまいますから。まあいつの日かね、もうちょっと違った形でできればいいかなと思っております。まあそんな感じで、僕たちはこの自粛期間中を過ごしておりました。そして今回のこのオンラインライブの楽しみ方、はい、お、これはどうですか皆さん。僕はもう頭まだいっぱいいっぱいで、どう楽しんでいるのか分かる、何かありますか。何がベストなんやろな。いや、これグッズもほら今日買ってますね。グッズ広げてこれをつけてやってくださいっていうのもあるし、でもみんな一人で見る方もいるし。そうやな、まあ、家族とか友達とか、ね、やっぱ大画面で見てほしいよ。あ、やっぱテレビで、できたね、なるべくテレビで見てほしいね。携帯よりはね。そうやね、あと iPad とかもあるし、ね、あ、なるべくそうやね、バックホームとかで見てもらえたら。もう今回は近所迷惑確保で、はい、ね、やってみてほしい。そうですね、ね、やっぱこれね、伝わらないと思うんだけど、バンドってさ、すげえ音大事じゃない、うん、だから皆さんが思ってる以上にすごい試行錯誤してるわけですよ。だから携帯からも聞こえて大丈夫だと、 iPad から聞こえても大丈夫、テレビからも、もっと言ったらすごいいいスピーカーから流しても大丈夫だから、すごくいろんなことを考えて皆さん一生懸命、僕らもそうですけど作ってるわけです。だからより良い音で、はい、臨場感をしっかりこう楽しんでもらいたいというのは ね、 そうね、ありますけど、今回のこのグッズも、はい、スペシャルですよ。じゃあちょっと紹介しますか。もう俺も来ちゃってるからね。お前来てもらるからメインのやつ来てるからね、ちゃんとね。これがタオルですね。これタオルですね。タオルが開けましょうか。眠くなっちゃったよ。はい、タオルが、かわいいな、はい、これもね、ズーム会議で選びましたね、これがいいとか言ってね。これ、黒とオレンジのタオルです。でもね、俺さ、このなんかさ、もうなんかいや、言ったら差し出しても分かれへん。これ、それ何、これ何、あ、それバックバックじゃない、そう、あー、バックエコバック、エコバック、エコバックか。俺、今回何が一番びっくりしちゃって、マスク。分かるわ、それ、マスク、めっちゃええよな、これ。これは、いい、これ、あの、耳が疲れへんな。そう、このここがね、ほら、これすごいいい素材なんですよ。で、これね、普通の紐やとこれかけた時にちょっと圧迫されるやん。で、耳の裏ってすごい繊細な神経がいっぱい通ってる。だから、これきつく締め付け、グッてやれたらそれだけでもう筋肉の可動域とかも変わってるから。で、それが、これやと、これね、これすごいいい素材を使ってるから、これ緩まんのよ、これ。それで疲れへん。俺らはパフォーマンスなんだよ。おすすめ、これ。買いだな。お前、それこっち向かって。買いだ。来年いつもの会話でやっちゃない。これはね、おすすめ。おいくらなんですか。これはね、高いんでしょうか。あのね、それがね、このまあまあまあいい素材よ、これ。2枚入りで、なんと2000円切ります。1500円。すごい早いよ。一回バンクション、はい、バンクション、バンクションしてじゃん。早い。え？ぐちゃぐちゃやん。じゃねえよ。2枚入りで1500円になります、これ。だ
でもまあ、これいいですよ、まあ、つけ心地よかった、つけてほしいよね。マスクとしてはちょっと高いけど、でも、まあまあまあ、あの洗ったりできるから、うん、そう、繰り返し使えるタイプの、うん、すごくいいと思う、うん、これあれ洗っていくとどんどんあのなんかあんまり良くなくなってくるそんなことはない、すごいね、いいね、なんか色もいいね、まあまあロゴも入っててみたいな感じですね、うん、やっぱさ、我々の場合はグッズも可愛いもの作って、うん、普段自分たちで着たいものって言うけど、さすがにこれを着て街とかさ歩けないわけよ、恥ずかしいし、使った時このマスクをね使える、分かんないから、分かる分かる、我々も使えるし、うん、これすごく非常にいいですよね、今の時期にぴったりだと思います、ぜひ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 はい、というわけで全部ね、これあの受注販売なんですね、だから基本的には見ていいなと思ったら買ってもらえる、あとはあとキーホルダーね、こういうこういう感じです、でホームページ見たらあるのかな、まあ、T シャツが大体2種類、そしてタオルも2種類、ラバーバンドが2種類、トートバッグ、そしてキーホルダー、マスクという感じになっておりますので、まあ、気に入ったものがあったらぜひぜひ、まあ、見てみてください、うん、はい、さあ、そして、うん、今日はこれ一体何人見てるの、あ、そうだね、あ、今でも5万4000人ぐらいですね、なんて書いてるんだろう、ね、ちょっと今からコメントにいろいろ触れていきたいと思います、あ、こっちで見た方が見やすいよ、これちょっと遅れてるね、うん、おともや、はい、なんかないの面白い、いや、なんかスタンプばっかやな、トモヤ可愛すぎです、ありがとうございます、食べてる食べる、わーい結構ね、こういう時のコメントってマジ意味わかんないの多いんだけど、あとやっぱ本当あのたまにさ、うん、いるじゃん、うん、変なやつ、うん、変なやつもたまにこういうところで、やっぱ変なこと書いてくる、なんかそこまで変なやつは俺のインスタライブ登場してきてる、そう、その髪型でライブやるのお前なわけねえだろお前どんだけそこだけ気抜いてんだよいろいろ、あ、すごい、うん、あ、2週間入院してました、明日退院、彼はだから通る、ね、状態だったの、退院して楽しみができたね、ねえ、お猿さんみたい、高弘やって高弘と俺をこのインスタ上で呼ぶやつがおるのお前らのせいで、うん、まさか、うん、インドネシア、まね、インドネシアからね、あ、はい、すごい、見てね、うん、さあ、でも、まあね、それ早くみんなライブ行きたいって、そりゃそうですよ、私たちだって早くライブしたいです、皆さんが来てね、もらって、うんうん、ほら、やばいでしょ、謎のコメント超多いでしょ、視聴が海外組の方々へのメッセージ、でも今時差があるからね、トゥロ、あ、これありますね、よくよく捨てる間違い、はい、お酒飲みながら見ていい、もちろんでございます、自由ですよ、あ、そういう人もおるよね、うん、ね、やっぱりお酒していいの、飲みながら見るとね、え、なんかありますか、触れたいの、明日仕事で見れません、アーカイブで見ます、お、ぜひ、これね、アーカイブ今回は、はい、残らない、残らないのかな、わかんない、言っちゃいけないんだって、よくわかんないから、もう知らない、これ言わないもう、どういうこと、またなんかそう、あーって後で言われるからアーカイブ1日残るでしょ、だからね、1日残る、うん、お、もうすぐで出産予定です、おお、すごいね、ライブのためにプロジェクター買ったやつ、すげえ、すげえ、バッチバチ嫌いだね、これは最高かな、さすがだね、なるほど、いや、でもいっぱい来てるよ、嬉しいね、みんな、あれですね、新曲をいろいろやっぱり楽しみにしてますね、それは言いませんよ、まだ、やっぱり言っちゃったら楽しくないですから、言っちゃったら楽しくないって言ってるっていうことはもうやるっていうことは、
それしょうがないだろ。そうやね、ちょっといやでもやるかどうかまだ分からない。言ってないよ、言ってない、言ってないよね。っていうことなのかなっていうと、僕は逆に聞いてるんだけど、ほんまに聞いてるんでしょ。面白いやつ、全裸で見てもいいですかって。そういうことができるのがやっぱりこういう配信ライブの良さ。でも外に出るってそれ捕まるから頼むよ、本当に。まあでもいろいろコメント来てますわ、うん、ね、そろそろこう、おっ、ちょっとですね、僕今気になる、うん、これちょっと、はい、はい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 、皆さん多分すごくどうなるんだろうなって一番多分、うん、気になってることが多分もやもやしてることがあると思うんですよ、はい、一つね。それはちょっと僕らの中でもお伝えしたいなと。みんなモヤモヤしてるから、うん、ただでさえも今モヤモヤしてる時期だ。モヤモヤしてることをみんなにスッキリさせてあげたいなと思いましてですね、実は重大発表が一応ございます、はい、まあ僕のインスタグラムを見てくれてる方はですね、よくご存知かもしれませんが、実際ね、僕らのリハーサル、がスタートしてから、今回のこのコロナ禍の中で、まあ僕だったり他のいろいろなアーティストさんたちが、一つの曲に、こう関わってくれてですね、まあ、リープロジェクトという、まあ、グループというか、まあ、プロジェクトを1回発足しました。でそのメンバーが何人かですね、リハーサルのに遊びに来てくれましたね、うん、はい、でまあ最初はやはりなかなかそれぞれのスケジュールもあり、まあどっかでやれたらいいねなんていう話をしてたんですけれども、なんとちょっと明日のライブにですね、なんとなんと D プロジェクトのメンバーが、はい、これ全員ではないんですけれども、はい、なんと参加していただけるということで、はい、D プロジェクトでの、まあ、もう一度を明日、うん、この D プロジェクトのメンバーとワンブロックで演奏しようかなと思っております。まあ本当にね、皆さん本当に忙しくてスケジュールが合わない中、めちゃくちゃ頑張ってこう集まってくれて、で、まあ、全員ではないんです今回、残念ながらね、みんなで集まりたいねって言ってたんだけど、でもこれだけのメンバーだから、まあ、集まることももうそもそも難しいからね。なので、まあ、今回はですね、ニッシーがちょっとね体調もあったりして、まあ、万全じゃないという、まあ、それぞれアーティストまで事情ありますからちょっと参加できないというメッセージをいただいたんだけれども、それ以外のメンバーはなんと来てくれるという、なので明日ぜひそこら辺も楽しみにしていただきたいなと思っております。もうね、まあ、これだけのメンツよく、まあ逆にこれだけ集まったなという感じですけれども、気合い入れて、練習の方も多分見ててくれると思うし、いろいろね多分悔しい気持ちもあったと思いますけれども、まあ、それはそれぞれのアーティストのスケジュールがありますので、ぜひ、今回のこのメンバーで楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけで重大発表も終わったところで、はい、私たちはもうそろそろ寝ないといけない。そうでも寝るでしょ、睡眠大事やから。睡眠大事、はいはい、なのでじゃあもうここからは皆さん明日の夕方夜6時までワクワクドキドキして待っててください、はい、待ってください、よろしくお願いします。というわけで今日のこのインスタライブはここまで終わりにしたいと思います、はい、以上お疲れ様でした。また明日、また明日、ね、頑張れよ、バイバイ、頑張れ、頑張れ新しいしね